つつもたせだなんてひどいじゃないか。金なんか払わないぞ。おいおい、そりゃいけねえな、おっさん。俺はレイナ組のもんだぞ。ブラックワールド。俺の名前はユータロ。高校時代はちょっとした番長をやっていた。高校時代はずっとやんちゃしていたから進学なんてしなかったし、就職もまともにできなかった。今は世の中に苛立ちながら当時のダチを捕まえて夜な夜な街に繰り出している。おい、あの潰れかけの定食屋で飯食ってそのまま出て行ってやろうぜ。え、いいのか？いいっていいって。どうせいつか潰れるならただでも誰かに食ってほしいって思ってるよ。金がない時はこんな感じで無銭飲食をしていた。金を得る方法？そんなの簡単だ。親の財布から抜けばいい。とはいえ親の監視が厳しくなった時には盗むのは容易じゃない。そんな時には親父狩りや高校時代の元カノを使ってつつもたせなんかをすると一気に金が入ってくる。今日も大量だな。パチンコ行くか、それとも競馬か。就職なんてしなくても俺は毎日が楽しかった。しかしそんなある日。おいお前ら、最近付き合い悪いじゃねえかよ。何かあったのか？いや、実はさ、俺ら就職することになって。は？うちの親がさ、いつまでもフラフラしてたら縁切るとか言い出して、そりゃさすがに困るってことでこれよ。悪いな、これからは遊べなくなるわ。ゆうたろうもそろそろ就職した方がいいんじゃねえの？おいお前ら。友人に先を越されたのが嫌で俺はとっさに嘘をついてしまった。バカ野郎、俺は就職なんかしねえよ。俺今ヤクザの事務所にいるんだからな。え、ヤクザの？おうよ、毎日チャカと日本刀を眺める日々よ。この間なんか敵対勢力の幹部の指を落としてきたんだ。それで認められて今は若頭補佐だよ。すげえな、さすがユータロウだ。自分でとんでもない嘘を言ってしまったと思っていた。しかし口に出してみると意外と大したことはない。というか意外と言ってみれば本当にヤクザっぽく見られるのではと思った。ヤクザって言っとけばもしかしたらいろんなやつが俺の言うことを聞くようになるかもしれないな。それから俺は何かとヤクザの名を語るようになった。つもたせだなんてひどいじゃないか。金なんか払わないぞ。おいおい、そりゃいけねえな、おっさん。俺はレイナ組のもんだぞ。札に垂れ込んでもいいが、仲間がお前の家に行くかもな。レイナ組？ヤクザの名を語るようになってから、つつもたせで出し渋るおっさんは簡単に金を出すようになった。ヤクザの3文字だけでこんなに簡単に金稼ぎできるなら、もっと早くやるべきだったな。それからも俺は断るごとにレイナ組の名を使ってやった。おいおいお兄さん、いいことしといて金払わねえなんてそりゃないんじゃないの？お前らヤクザか、警察行くぞ。どうぞ。その代わり警察行ったら家が燃えるよ。俺はレイナ組の若頭候補だからな。レイナ組？レイナ組ってのはこの町ではかなりの勢力らしい。その辺のサラリーマンすら名前を聞いたことがあるようだからな。レイナ組の名さえ使えば俺はいくらでもうまい汁がすすれる。汗水垂らして働くよりこっちの方がよっぽど効率よく稼げるわ。俺は有頂天になっていた。そんなある日、つつもたせさせている元カノから電話がかかってきた。なんだよ、今ゲームしてんだよ。それどころじゃないの、早く来て。なんだ。おい、お前が元締めか。今から言う場所に来い。来ないとわかるよな。何かやばい状況になっている。そう思い俺は指定された場所へ向かった。そこには身ぐるみ剥がされた元カノとすごい剣幕の男がいた。
これはやばい。きっと仇の人間じゃねえ、本物のヤクザだ。てめえか、うちの名前勝手に使ってたやつは。逃げなきゃダメだ、逃げなきゃダメだ。そう思ったが、すでに取り囲まれていた。てめえの女は残してそのまま逃げるつもりだったのか。そりゃひどいよな。助けて。何の目的でレイナ組を名乗ってやがった。落とし入れるためか。てめえどこの組のもんだ。違います。俺は決して他の組のもんじゃ。やれ。男がそう言った瞬間、俺は周囲にいた屈強な男たちにボコボコにされた。本物のヤクザは町のチンピラなんかとはわけが違う。めちゃくちゃ強い。もう終わりか。これは本当にヤクザじゃなさそうだな。大方うまい汁をすすろうと勝手にレイナ組を名乗ったチンピラってところか。すいませんでした、すいませんでした。二度とうちの名前名乗るんじゃねえぞ。しかしこれは逆にチャンスだと思った。俺みたいなチンピラ、ヤクザとは今まで関わってきたことがない、就職も何もできない俺に舞い降りた千載一遇のチャンス。待ってください。ああ、俺をレイナ組に入れてください。てめえ何いげしゃしゃと言ってやがる。自分の立場分かってんのか。おら、待て。お前なんでヤクザになりたいんだ。俺就職できるほど頭良くないし、家族なんてとっくに捨ててるんです。こんな俺が生きていくにはこっちの世界しかないんです。ちょっとやめてよ。本物のヤクザになっちゃったら私はどうなっちゃうの。うるせえ。お前はとっくに終わった女なんで、お前のことなんて知らねえや。お願いします。俺何でもしますから。本当に何でもするのかお前。はい、何でもさせてください。お願いします。そうかそうか、それじゃあカニ光線に乗ってもらうとするか。カニ光線なんですかそれ。サミー、船の上で命がけでカニを取ってきてもらうのよ。ケツさんに耐えきれず海に飛び込んでそのままぽっくり行くやつもいるぜ。なんですかそれ。俺はヤクザになるんじゃないんすか。これはうちの組長の教えでな、女だけは大事にしろっつーんだ。お前は女を大事にしなかった。そんな奴をうちに入れるわけにはいかねえよな。待ってください。何でもします、何でもしますから。お願いだからヤクザにさせてください。お願いします。レイナ組の名を語った迷惑料も取らなきゃならねえからな。お前はカニをたっぷり取ってきて、その給料はうちが天引くことにするぜ。いやだー、頼む、誰か助けてくれゆうたろう。ヤクザの名を語ったばかりにこんなことになるなんて。俺は抵抗も虚しく、カニ光線に乗せられるのだった。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。